ました。じゃあコジコラ、はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、あ、お客さんが入ったということで、やっぱいいですね、お客さんに、ね、違いますね、なんか違うね、はい、僕ね、あのこう必ずお客さん見ちゃいますね。あ、そうですね、リアクションとかね、はい、どこで受けたかなとかね、最近ちょっとそう余裕出てきました。なるほど、はい、余裕がちょっとあれなんじゃないですか、まあ、油断にちょっと変わってないですか。いやいやいや、それは大丈夫、もうあの絶妙なね、カメラマークね、ビシッとこうね、え、なんかでも今日本番中に台本にそうなのよ、イチャモン入りました、入りました。あれね、実はね、トラップだったんですよ。トラップあのトラップだったんです。本当ですか。本当にあの、ね、18万年前をね、僕はね、あれわざと18年前にしてたそれをねね、そう、18万するでしょ。それなんでわざとそんなことするの。それは読み間違いを期待するわけですよ意地悪だねだけどね、見事にね、スルーされちゃったっていうかね、うん、あのいなされたというかね、赤ペン入れられたらしい。そうそう、あそこはわざとわざと、あ、18年前って言うところでしょ。そう思わない。あれですね、なんか苦しい言い訳ですよねいや、トラップ、トラップのね、18年前、 あれね、実を言うとね、トラップ2つ仕掛けたんですよ。なんですかね。では、11月号最初はこちらって書いてある、はいはい、実は12月号それ前もやりましたよね。これトラップですから。あ、なるほど、トラップなんですね。間違いじゃないですか。まさかなんですね。宇宙作戦隊って書いてある。出てくる出てくる、五色だらけ出てくる出てくる。まあでもさすがね、サクサク戦隊ってなんですか。しかも柵って鉄柵の柵っすよそれ言っていい、気づかなかったもうあれですね。もう、まあでもね、やっぱそのトラップをね、さすがにパッといなすっていうところはね、うん、ちょっとやられたかなみたいなね、感じはしましたね。僕はあの、はい、あれですよ、工事コーナーまで黙っとこうと思ってました。あ、そうだ。みんなそれなんかそういうなんかね、トラップのこう付け合いみたいなさ、そういうところがね。うん、まあ、だけどね、今日は一番ね、僕的にはね、あの盛り上がってきた、盛り上がってたなと思うのはね、はい、どこだと思います？コージーさんが選ぶってことや。僕じゃなくて、僕じゃなくて、あ、会場的に僕じゃなくて、僕は置いといて、うん、全体的にここだっていうね、盛り上がるところがあるんですよ。あ、ウイルス盛り上がってた、あの記事ね、記事、ウイルス総力特集、ウイルス、あ、これすごかったね。面白かったですね。面白かった、うん、面白かったのと、ね、盛り、多分、まあ今日で、はい、ナンバー68なんですよ、はいはい、夢中部、はいはい、でその中でね、美子さんがね、最もあの編集長がいわゆる理論を展開してそれを理解して、ああなおかつ腑に落ちましたって言って感動したっていうのはね、多分今日が一番だと。今日が一番。確かに、ね、確かに。そう思わない？今まで物理的な科学的ななんかね、化学的なの、そう、大体は、うん、はクエスチョンでしたもんね、ずっとね、ちょっと分かりませんみたいなね、うん、今日は確かに完璧に理解してました、うん、完璧に、うん、でなおかつそこに感動があったからね。しかもね、うん、応用したコメントもまた面白かったですよね。ちょっと面白かった三上さんもね、うん、高校生できるようになりますよ実は実はできるできるでしたしね、うん、ね、うん、そう、乗せましたよ、うまく。面白かった、うんうん、あのこれで大体超常現象出てくると、うん、ね、苦し紛れでこうパッとこう、説得するには、はい、まあ、今までは異次元一本やりだったんだよ、ね、別世界だね、異次元で全部片付けちゃう、はいはいはい、でもここでウイルスっていうね強烈な体が手にしたってことね、これ使えるね、なるほど、使えますね、これからの主流ですね。じゃあできるできる、もう だってね、俺そう思うと ね、魚好きな人ってね、やっぱ魚っぽいんだよね。魚っぽい顔してます。顔してるんだよね。確かに確かに。 そう、うん、それからあのちっちゃい頃のこと思い出しちゃったんだけど、うん、うちあの小さい頃ってね、あの通りに馬が通ってたんですよ。はい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 、なぜか馬車みたいな。でね、その馬をあの連れてる人、なんかね、馬の人が似てるっていうね、その小さい頃思い出をね、パッと蘇ってね、あ、これ説得力あるなっていうかね、馬面になるわけですね。馬面になっちゃうっていう、ね、うん、養豚場の人とか大変ですね。これで、ね、ちょっと ね、まあ、あ、でもそれね、
今だ思い出しちゃった。僕ね、あのね、あの肉屋でね、うん、バイトしたことあるんですよ、はいはいはい、肉屋で、はい、そこのご主人がですね、はい、まさにっていう感じで、まさに奥田さんのまさにまさに豚フェイス、本当です、これは本当の話です。やっぱそれもウイルスですね。ウイルスといえばね、うん、まああの非常にこう何か意味深的な、うん、何かちょっとね、うんうん、そうかなと思わせちゃ う, っていう、なるほど、ちょっと思わせられればいいんですよ、うん、そうかなっていう、ね、うん、そこがあればもう、いやでもそういうね、異次元とねウイルス、この2つも使えますね。あ、それでね、はい、ちょっとまた今日は発見あったんですけど、ね、なんでしょう、心霊の記事ってあれですね、全体のなんか温度がちょっと冷える感じですね。ああ、そうですね、ヒュッとね、うん、あれがね、なんかやっぱ寒くなりますね、うん、寒くなる、うん、最近あれなんでしょ、心霊好きなんでしょ、まあ関心持ってるというわけですね。それがね、あの今日まあ心霊が1本あったじゃないですか、はい、で UFO 記事が3本、はい、でこれがね、 UFO と、はい、あの心霊の話って相反するように思うじゃないですか、はい、実はね、これはね、非常にね相性がいい、あ、そうなんですか、っていうことをね体験で思いましたね。というのは、あの2週間前にですね、はい、秋田に行きまして、はい、であの映画の「獄門ゲート」に出てですね、三崎海岸のご主人とあの UFO の話をしたんですよ、はいはい、もう一回、はい、ようですね、その時に僕がこう別にその心霊の話をする前からですね、はい、UFO からスッと心霊の話をやって、ね、これは面白くてですね、実は非常に密接な、そう、深いですよ。なるほど。だから今後もね、あの YouTube でぜひですね、うん、そのうちあれですね、あの UFO は実は、半透明物質、実は幽霊と同じであったとかね、うん、そういうような、 なんか心霊と UFO の合体記事をですね、うん、多分おそらくですね、来年は組まれるであろうと、なるほど、そういう感じが今日は、あとですね、今日はですね、美子さんがですね、はい、さりげないですね、はい、あのさりげないあの反撃をスパッと してましたね。え、三上さんに対するしてましたね、美子ちゃんの反撃、見事、何でしょう、これはね、プロレスに例えるとですね、はい、アントニオ猪木の円錐切りみたいな感じですよ。円錐切り、はい、テスラの記事ですね、テスラの記事、はい、テスラの記事の最後ですよ、最後、はい、最後のね、あの疑問を呈するわけですね。テスラの今まで、編集長がどっと語ってきたことに対して、はい、ポンとこう疑問を呈するところなんですよ。つまりどういうこと、まあ、これそこを見てね、はいはい、あの僕のことだけを見るんじゃなくて、はいはい、YouTube しっかり見ていただいて、はいはい、その最後の、質問をちゃんとこう捉えればですね、意外とこのね、あのバッとこう、あのテスラがね、テスラがあのそんなにナチスが必要だったらね、いや殺さないんじゃないですかって、あれね、俺のね、そうだよなと思ってた、うん、まあ、ああいうところがあるとね、でもね、なんか、ね、面白いですよね、そうですね、なんかね、あのちょっとガチな恋人ね、一回だけ、一回だけトーンと入るとね、なんかね、あのね、こうなんかね、面白いっていうかね、おっていう感じがねしてね、やはりそういうところが、やっぱりファン見てますよ、そうですね、そのリアクションも、うん、俺も持ってたんだよみたいなさ、そうですね、よく言ってくれたみたいなね、その辺も面白いと思う、じゃあちょっともう長くなってきたんで、はいはい、それ含め、はい、本日の YouTube の採点、今日は78です、78 微妙な、ただその10点満点減点というのはですね、僕のトラップを見破られたっていうことですねトラップになってねえじゃないかっていうですね、今度は巧妙に仕掛けていきます、ね、あのトラップ、トラップ、やっぱトラップがないとつまんないですね、うん、そうですね、はい、まあ、なんかあった方がいい、なんかアクシデントだと、うん、分かんないようになってください、やりましょう、トラップ、トラップ大根、78点ということで、はい、それは私リアクション取れないなと、はい、うん、全て私の責任ですということでですね、はい、来月がですね、はい、2020年の YouTube、はい、最後なんですよ、ね、収録なんですよ、はい、ということはですね、工事コーナーも最後の収録なんですよ、おお、はい、小石さん覚えてます、はい、数ヶ月前覚えてますよ、体重です、覚えてます、覚えてます、うん、まさかその後コロナ禍になるとは思わなくて、あのね、うちにこもってブクブク太ってるっていう、この悲しい現状があるんですけど、まあ、一応約束ですからね、はい、ちゃんと測って、すごいです、ちゃんと覚えてますね、覚えてますよ、当たり前じゃないですか、僕が企画したんですもん、だって
ということで、はい、まあ、悪あがきでちょっと痩せてください。来月の収録も急になんかテンション下がりましたどうしようということで、はい、以上です、はいはい、じゃあ締めていただいて、はい、それではテンション下がったもん、そうですね、かなり下がっちゃったんですが、皆さん、はい、ダイエットやってますかはい、ありがとうございます、お疲れ様でした。えい、やってますか。 OK ですね、いいですね、これですよ、これ